クエン酸回路。アミノ酸は分解されるとクエン酸回路上の核物質、またはその線具体になる。アミノ酸の代謝分解とは、タンパク質を構成する個々のアミノ酸が分解され、クエン酸回路の各々の物質に転換されるまでの代謝経路である。アミノ酸は最終的に二酸化炭素と水に分解されるか、糖新性に使用される。動物の代謝では、アミノ酸からのエネルギー供給は、 全体の10から15%である。アミノ酸は、ピルビン酸2、オキソグルタル酸、スクシニル COA、フマル酸、オキサロサク酸、アセチル COA、アセトサク酸の7物質のうちのどれかに分解され、これらのうちどれになるかで分類される、等新性の中間体であるピルビン酸2、オキソグルタル酸、スクシニル COA、フマル酸、オキサロサク酸を生じるアミノ酸は、 当原性アミノ酸である、アラニン、アルギニン、アスパラギン、セリン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、プロリン、メチオニン、バリン、ヒスチジンが該当する、ロイシンとリシンは、炭素骨格の分解で、アセチル COA か、アセト作酸,酸を生じるので、ケト原性アミノ酸である、動物は、アセチル COA 及び、 アセト酸酸から糖を合成することはできない。イソロイシン、チロシン、トリプトファン、トレオニン、フェニルアラニンは、糖とケトン体の両方に変わることができるため、糖原性アミノ酸、ケト原性アミノ酸の両方を兼ねるアミノ酸である。アラニンとグリシン、システイン、セリン、そしてトレオニンは、ピルビン酸に分解される。なお、トリプトファンはアラニンにも分解するためここにも、分類される。 セリンは、セリンデヒドラターゼによって脱水し、ピルビン酸を与える。この酵素は、PLP 酵素であり、PLP シフ塩基を形成して、アルファ水素を解離させ、さらにベータヒドロキシモトを脱離する。ここで生じた、生成物は、アミノアクリル酸で、これは非酵素的にピルビン酸とアンモニアに、加水分解する。システインは、様々な経路で、ピルビン酸に分解される。 システインのチオール元は、硫化水素、アリウ酸イオン、硫酸イオン、チオシアン酸イオンなどで放出される。グリシンは、セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼで、セリンに変えられる。この酵素の保因子として5、10メチレンテトラヒドロ養酸が用いられる。アスパラギン酸はトランスアミナーゼで、アミノ転移されて、オキサロ作酸を生じる。アスパラギンはアスパラギナーゼで、加水分解されて、 アスパラギン酸に変換されてから同様に、オキサロサク酸に分解される。アルギニン、グルタミン、ヒスチジン、プロリンは、グルタミン酸に分解され、グルタミン酸は、グルタミン酸でヒドロゲナーゼによってに、オキソグルタル酸に酸化される。グルタミンは、グルタミナーゼで、加水分解されて、グルタミン酸へ変換される。ヒスチジンは、非酸化的脱アミノの後、イミダゾール感が快感して、 N ホルムイミのグルタミン酸を生じ、ホルムイミの元が、テトラヒドロ陽酸に手にして、グルタミン酸ともホルムイミのテトラヒドロ陽酸に分解される。アルギニン及びプロリンは共に、グルタミン酸後セミアルデヒドを経て、グルタミン酸が生じる。メチオニンははじめ、アデノシン酸リン酸と反応して、S、アデノシルメチオニンに変わる。サムは、強いメチル気供与体であり。 ホスファチジルエタノールアミンをホスファチジルコリンにしたり、アドレナリンをノルアドレナリンにしたりする。サムは基質にメチル元を供与すると、S アデノシルホモシステインとなる。S アデノシルホモシステインは、アデノシンとホモシステインに、加水分解され、そのうち、ホモシステインは、メチル元が再生されて、メチオニンに戻る経路と、セリンと結合して、シスタチオニンになる経路とに分かれる。 ホモシステインの生成と分解のバランスが崩れることによって、抗ホモシステイン血症が起こる。抗ホモシステイン血症は、出生時の乳児に心血管病、認識障害、神経管損傷といった重大な疾患を引き起こさせる。抗ホモシステイン血症は妊婦へのビタミン B6、B12、葉酸の摂取で予防することができる。イソロイシンとバリンの分解の始めの4ステップは、 共通の4酵素で反応する。イソロイシン由来の三ヒドロキシマイナスに、メチルブチリル COA の分解経路では、プロピオニル COA の他に、アセチル COA も生成する。分子アルファケット酸でヒドロゲナーゼが欠損することによって、メープルシロップ尿症が起こる。この名称は、酵素の欠損で過剰となった分子アルファケット酸が尿に排出され、尿が メープルシロップのような方向を呈することに由来する。メープルシロップ尿症は、常染色体劣性遺伝病であり、生後すぐに治療をしなければ間もなく、死に至る。リシンは、全部で11の反応で、アセトサク酸とアセチル COA に分解される。リシンには、複数の代謝経路が存在するが、哺乳類の肝臓では、サ家全11の反応のうち、 反応4は PLP 酵素による反応。反応5は α ケト酸による酸化的脱炭酸。反応6,8,9は β 酸化。反応10、11はケトン体生成反応である。離心分解系の最初の酵素が欠損して、サッカロピンが合成されないと、氷ン血症、氷ン尿症となる。このため、哺乳類は、 サッカロピンを経る経路で、リシンが分解されているということが解明された。トリプトファンは16の反応で、アラニンとアセートサクサンに分解する。1から5の反応は、キヌレニン経路の一部分。10から16の反応は、リシンの分解経路の5から11と同じである。また、反応後では、ベンゼン管が快感が改換する。フェニルアラニンはチロシンを経由して、アセートサクサンとフマル酸に分解される。 フェニルアラニン分解系に異常があると、アルカプトン尿症、または、フェニルケト尿症が発症する。アルカプトン尿症は、ホモゲンチジン、ホモゲンチジン酸は、空気酸化するため尿は黒色になる。一方、フェニルケト尿症は、フェニルアラニンが最初に、ヒドロキシル化されないことで起こる。これによって、血中のフェニルアラニンの濃度が上昇し、フェニルアラニン血症を呈する。 過剰となったフェニルアラニンは別の経路でフェニルピルビン酸に変換され、それが尿に排出される。ありがとうございます。